ついてきてよね。橋本さん、先ほどは失礼しました。いえ、申し訳ないけど、さっきの見てました。生野先生に逃げられちゃいましたね。ええ、少し話したいだけなんですけど。でも本当にお忙しい人ですから、一日中研究で、帰宅は3日に1回。なのに毎朝欠かさず入院棟の患者さんたちを回診してて、本当に頭が下がります。朝の回診っていうのは。ええ、生野先生の日課で毎朝入院棟を見回るんです。もう何年も続けているそうで。ああ、確か3年前もそうでした。そういう熱心さがすごい新薬を生むんですよね、きっと。すみません、私もそろそろ行かないと。どうぞ。失礼します。生野の研究室はセキュリティ的に入り込みづらい。ゴールドのカードキーっていうのがいる。ただ付属病院の方はそうでもないはずだ。時間も明日の回診までたっぷりある。じゃあその朝の回診で生野を待ち伏せるってこと？ああ、それには夜のうちに忍び込んどけばいい。なるほどね。ならどっから侵入する？案内板を見て考えよう。